はい、ということでどうも皆さんこんにちは。前回あまりにも作業しすぎて友人にドン引かれたニグでございます。友達失いかけてて草。なんでですかね。私はただマイクラを楽しく遊んでるだけなのに、その楽しく遊ぶのレベルがおかしかっただけでは。だって2048チャンク露天掘りしただけですよ。理由が明白では。とにかく今後はやりすぎないようにしないとな。ツッコミ担当のマリサだぜ。視聴者ももしかしたらドン引きしてたかもしれないしね。やほやほ、モナだよ。そもそもニグに友達いたの。はい、チクチク言葉。友達は大事にしような。フランだぞ、よろしくな。今回もマインクラフトをやっていきましょう。前回、紅葉と錬金術の力でダイヤを100万個ゲット。それにより縛っていた錬金術の縛りが解禁されました。ってことは今回からやっと錬金術の本気が見れるんだね。逆にダイヤ100万個も集めて本気じゃない方が怖い、と思ってましたが、前回動画で視聴者を引かせてしまったため縛りが継続になりました。あれ、まだ縛りが続くのか。視聴者を引かせる動画を作るのは言語道断だからね。正直そこはどうでもいいんですけど。よくないよ。そんなわけで解禁条件にメカニズムの核融合炉と核分裂炉の作成を追加します。このチャンネルではまだ作ったことない機械だな。マインクラフトで原子力発電、ワクワクしますね。初夏特有の夏の匂いくらいワクワクします。わかりにくい例えやめて。ってことで早速工業を進めていきます。まずダイヤモンドを濃縮して濃縮ダイヤモンドを作りまして。濃縮ダイヤモンドを媒介に夜勤吹き込み機で吹き込み合金を加工して。強化合金の完成。吹き込み合金の上位版です。赤色の次は青になるんだな。ってことはニグより私の方が上ってこと。だからニグ後で小指と中指折らせて。いやに決まってんだろ。けど紅葉でも赤より青が上って証明してるしな。ニグ、諦めなって。そういう時に団結するの良くないと思うよ。強化合金と発展制御回路で。精鋭制御回路の完成。発展制御回路の強化版ですね。これで今までよりも性能のいい機械が作れるな。マリサも強化マリサにできたりします。私機械じゃないです。本来はここで強化された機械を紹介したいですが、今回は中間素材として使います。吹き込み合金、鋼鉄ケーシング、鋼鉄インゴット、発展制御回路で。はい、レシピミス。失礼、鋼鉄インゴットではなくバケツでした。オスミウム圧縮機の完成。オスミウムを注入できる機械です。夜勤吹き込み機とは違うんだな。これで中間素材の中間素材を作ります。あすまだ中間素材なんですね。次に黒曜石を濃縮室で加工して。黒曜石の粉の完成。これも中間素材です。ダイヤモンドを媒介に黒曜石の粉を夜勤吹き込み機で加工して。生成黒曜石の粉の完成。ダイヤモンドと黒曜石を合わせ持つ粉です。そして生成黒曜石の粉をオスミウム圧縮機でオスミウムを注入して。生成黒曜石インゴットの完成。ダイヤよりも性能の高いインゴットです。ダイヤモンドより強いツールか。けど今のマイクラにはネザライトがあるからね。ネザライト？え、嘘でしょ？冗談ですよ冗談。さすがに私でもネザライトは知ってますよ。まあ前のシリーズで作ってたしな。けどこの生成黒曜石、確かネザライトよりも性能が高かった気がします。ネザライトみたいに火事台が必要になるのかな。火事台。ねえ、あなたマイクラ実況者ですよね。生成黒曜石の粉を濃縮室で加工して。濃縮黒曜石の完成、中間素材です。その濃縮黒曜石を強化合金に吹き込んで。原子合金の完成、強化合金の上位版、最上位の合金です。紫色でいかにも近未来っぽいな。ちょっと青紫だし、四捨五入したらギリ青色だね。色は四捨五入するなよ。これも変換テーブルに入れて錬成可能にしておきましょう。これでラスト、原子合金と精鋭制御回路で。究極制御回路の完成、制御回路の最上位版です。これで最上位の機械が作れるようになったね。ここまで来るとかなり便利な機械とかも作れるので、これでやっと工業の本気が見れますね。てかそれならもっと早めに作った方が良かったのでは？黙れこそ。生成黒曜石を手に入れたのでツール類を強化することに。まず生成黒曜石と木の棒で。生成黒曜石のツルハシの完成。耐久力は4096。とんでもないツルハシです。けどツルハシならすでにレッドマター製があるよな。あっちは耐久力無限だし、作っても使わない気がするが。そういうことを言うから世の中は平和にならないんで。そこまで背負ってないぞ。まあまあ、見ててくださいって。まず生成黒曜石の斧を作りまして。生成黒曜石のシャベルを作りまして。ツルハシ、斧、シャベルと木の棒で。生成黒曜石のパクセルの完成。いいにレシピミスやめてもらえます？ツルハシとシャベルと斧が合わさったマルチツールです。耐久力が8192もあるよ。これならどんなアイテムもいい感じに早く掘れますね。いちいち持ち帰る必要がないのはいいな。まあ結局クアーリーで全部掘り抜くから意味ないんですけどね。元も子もないこと言うな。
追加で生成黒曜石防具も作成、ノックバック耐性がついているのがありがたいですね。せっかくなのでまだまだ強化、鈴の粉を夜勤吹き込み機で動員ゴットに吹き込んで。青銅インゴットの完成、英語だとブロンズ、加工に優れた合金です。あとは鋼鉄インゴットで鋼鉄ブロックを作りまして。鋼鉄ブロック、ダイヤの粉、青銅インゴット、ジェットパックで。はい、レシピミス。装甲ジェットパックの完成、アーマーがついて防御力が上がったジェットパックです。今までついてなかったからな。これで突然の胸ナイフ差しにも対応できますね。ピンポイントすぎない？フリーランナー、鋼鉄ブロック、ダイヤの粉、青銅インゴットで。そろそろレシピ覚えよう。装甲フリーランナーの完成、こちらもアーマーがついて防御力が上がってます。今回はレシピミスが多いね。普段よりも多めに入れております。いらないんですけど。どうしてもレシピが覚えられないんだよな。なんでですかね、ちゃんと作る前に確認してるのに。というか、確かレシピ確認モッドにアイテムの自動配置機能あったよな。それ使えばレシピミスとかなくなるだろ。なんで使わないんだ。なんかそれ使ったら実況者として負けな気がして。変なこだわり出すな。装備してみるとこんな感じ。いやー、かなり防御力が高くなりましたね。ちゃんと前面に装甲が追加されてるな。メカメカしくてかっこいいね。これならある程度危険なこともできそうです。まあ核を安全に使うとなると放射能の問題とかありそうだしな。いや、2048チャンク一人で埋め立てとか精神的な方だった。せっかく原子合金を作ったのでまだまだクラフト、ダイヤモンド、究極制御回路、ラピスラズリ、金インゴットで。テレポーテーションコアの完成、中間素材です。ついにテレポーテーションの時代か。監視砦に戻ってバッテリー増やさないとね。別ゲー始めんな。生成黒曜石インゴット、テレポーテーションコア、原子合金、究極制御回路で。量子もつれ転送機の完成、エネルギーやアイテムなどを転送できる機械です。ついに転送できるようになったんだね。これがあればより発展的な加工ラインが作れるようになります。次にテレポーテーションコア、基本制御回路、鋼鉄ケーシングで。テレポーターの完成、クラフターを瞬間移動できる機械です。ついにクラフターも瞬間移動か。瞬間移動くらいできないと YouTube では生き残れないからな。人間やめてるんですけど。グローストーンダストオスミウム圧縮機で加工して。生成グローストーンインゴットの完成、中間素材です。生成黒曜石インゴットと生成グローストーンインゴットで。テレポーターフレームの完成、これで必要な機械は全て揃ったので早速設置しましょう。作った機械から察するに、露天堀跡へのテレポート装置か。惜しいですね。左腕くらいで許してあげましょう。代償がでかすぎる。まずはテレポートフレームとテレポーターをゲートっぽく設置。テレポーターはゲートの下に設置するのを忘れずに。そして用紙もつれ転送機を設置。これでこちら側はオッケーですね。次に露天堀跡で最高高度近くまでブロックを設置しまして、いい感じのところで足場を広げます。そういえば、最高高度の上限も増えたんだよね。ほんとだ、Y 座標が300超えてるな。このまま行けば 1.29.29 では3000ブロックくらいに。続きすぎじゃない？まあそれだけ続くと嬉しいけどね。まだまだマイクラは遊び足りませんしね。お前の場合は掘り足りないの間違いだろ。今回作るのは巨大風力発電所。風力発電機は高度が高いほど発電量が増すので、ギリギリまで高くして太陽発電をしようと思います。ってことで早速設置。あれ、設置しないのか。高度の関係で置けなかった。確認しとけよ。ってことで高度を下げて再設置。うまくいきましたね。けど、これだけ高かったらどうやって地上まで配管するんだ。甘いですねマリサ。私が何のために量子もつれ転送機を作ったと思うんです？まさか旅行家に持ち帰るために。それくらい持って帰れよ。量子もつれ転送機でできることはエネルギーの転送だから、ここで大量に発電してそのまま転送する計画です。なるほど、それならかなり効率よくエネルギーを使えるな。いちいち発電施設を作らなくていいしね。チョコは持ち帰っちゃダメなのか。チョコのこだわりなんなんだよ。量子もつれ転送機ではチャンネルでここの転送機を管理します。今回はわかりやすいようにスカイで登録、ちゃんとエネルギー搬入の設定も忘れずにしましょう。わざわざ飛んでいくのは面倒なので、こっちにもテレポーターを設置。発電機直付けなのでエネルギー切れは心配しないで良さそうです。いちいち飛ぶのは大変だしな。けどその苦労が癖になったりして。さすがに癖強すぎない？楽するために苦労する。大量の素材とクラフトで少しずつ便利を作っていくんです。拠点の用紙もつれ転送機とチャンネルを同期。これでエネルギーをこっちに転送できます。ボタン一つで持ってこれるの本当に便利だな。これに慣れると以前の長距離配管には戻れませんね。テレポーターも同じようにチャンネルを設定。こちらもわかりやすいようスカイで登録しておきます。テレポーターが反応してないよ。あれ、おかしいですね。毎日褒めて育てなかったからかな。スター効果かな。どうやらゲートの形になってないとのことなので、原因を探しましょうか。おお、回
精通しましたよ。どうやら下もちゃんとゲートの形にしないといけないみたいですね。無事にテレポート成功です。急にむちゃくちゃ便利になったな。まあその分、とんでもない量のエネルギーを必要とするんですけどね。ここの風力発電機でなんとか補ってる状況です。往復のテレポートも設定完了。いざ作ると達成感がありますね。ゲートの途中で止まって人体切断ごっこしようよ。先端技術で遊ぶな。ダイヤの粉、ガラス、吹き込み合金で。アンカーアップグレードの完成。読み込んだ機械のチャンクを常時読み込めるパーツです。これで遠くにいても量子もつれ転送機が稼働しますね。インストールが完了しました。これで拠点にいても風力発電機が稼働し続けます。コスト不要風力発電チャンクの完成だぞ。これでやっと核の研究に取り掛かれます。ってことで、風力発電機チャンクができたところで今回はここまで。こんなにギチギチに詰まってるといい意味で気持ち悪いですね。この風景が良かったって人はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくね。覚えないと思うんですが。というかこれ、一個の巨大風力発電機とかにできたりはしないのか。さすがにこれだけあるとワールドも重くなるだろ。それができたら確かに便利ですね。64倍圧縮風力発電機作れる視聴者いません。両者に丸投げすんな。近未来技術を手に入れ、ついに核の研究を開始するミグ。しかし立ちはだかるのは2048チャンクの埋め立て。襲いかかる恐怖、摩耗する精神。果ての見えない作業が、今始まる。次回、待ち受ける土地、理解超える作業。この次も、サービス。今回一個もダイヤ集めてないけど、これはこれで面白いのでオッケーです。ダイヤの環境が激しすぎる。